はい、どうも皆さん、こんにちは。新たなダーススクリールやってまいりました。いやー、ということで、もう今ね、動画いろいろこ撮って、なんだりなんだりしてるところで、いやー、まずはちょっと今、視聴者様から DM いただいて、もうちょっと待ってください。収録ボタンを押してよろしくお願いします。もう、本当にこれを見たかったよね、と。ありがとうございました <laughs> ちゃちゃ、本当に。 いや、ちょっと感慨深いわね。本当に、ヒカルちゃんと、XG メンバーの方たちですね。そして、サイモンさん含めてですけど、みんなで集合写真撮るって、この世界線がつい、<laughs> パキって言ったよ、みが本当にもう、もうなんか、こうして世界は一つになっていくというか、いや、なんか、もうすごいですね、ちょっとね、次の写真。いやー、マスカラポーズしてるし、みんないい表情だし、本当に、 もうわすごいですね。本当にね、なんか。はあ、よかったですね。ちょっとこう、ね、ざわざわすることもありましたけれども、まあ、改めてこうして、あれやらもうちょっとごめんなさいね。もう完全にオフな感じなんです。本当に見てください。皆さんの表情。僕、その、ひかるちゃんが背筋良くて、丁寧にこう、じぎする姿をね。 その、ガルプラからずっと見てきていて、で、最近、この XG の皆さんがこう、丁寧におじ,ぎおじぎする、す、する姿を見て、そういうことなのかなってちょっと思ったというか、でね、ここで XG さんのこのアルバムを手にしてという、CD をね、手にして、いや、ちょっと、 これは、もうだ、なんでしょうね。なんて言うんですかこれは、僕あの、ちょくちょく、あの、現場でご一緒させていただく方、日本の方なんですけども、もともと、エイ ABEX に所属されてる、所属されてた方たちと、こう、お話ししたりとかする機会もあるんですよね。で、あの、皆さん本当に口を揃えておっしゃるのが、本当にあの、XG のメンバーの方たち、すっごいいい方なんですよね、っていうのを、 おっしゃるんですよ。例えばその、ジュリンさんとか、ハービーさんとかとご一緒になってる方たちも結構多くて、で、ックスのその、練習生だったの時の、えー、方たちも結構多いんですよね、やっぱり。で、その方たちが本当に口を揃えて皆さん、本当にいい方たちというか素晴らしい方たちだから、あの、応援してるんですよねっていう人たちも多くて、なんか、もう本当に多分皆さん、ね、 頑張ってるんだなーっていうなんかちょっとグッときちゃうわよね。でサイモンさんちょっと前のインスタグラムでヒカルちゃんのこのああとっと,っと動画あるじゃないですか。このヒカルちゃんがファンの方からコメントいただくっていうやつにもファイティンっていう風にこう投稿されていたり、これ2日前だったかな？YouTube でヒカルちゃんが頑張ってるシーンをこう投稿していらっしゃったりとかいやだからこう。 そのね、グループは違ったとしても、こう、応援してくださってるんだなというか、うん、だからそういう愛を持って、なんかこう、みんなをサ,サポートする、そのサイモンさんの姿っていうところもそうですし、今、そういったいろいろなこう、経験をして、それぞれの道で歩んでる、ちょっと、チクチクするわ、<laughs> チクチクするんだけど、あの、メンバーの方たちをこう見て、改めてなんか、良かったなっていうふうに思うんですよね。 いやー、これをどれほど待ったことかというか、実現するのかなーなんていう風に思いながらだったところもありますし、ぜひこのアップのコラボレーションとかもこれからなんかこうメンバーの方と一緒にしていただくこととかって、あはーいっていう風に思うのかなっていうところがあったりとかしていて、ちょっとこうやって、で、これからまたキプラのメンバーの方ともなんかこう交流というか、よろしくお願いしますみたいになるのかなとか、 夢が膨らむよね。ほんとね。もう、こうやって、相乗効果って僕やっぱりあると思うんですよね。どのグループさんにしても。あの、なんですかね。うん、相乗効果。うん、みんなでこう、共に上がっていく階段。うん、切磋琢磨し合える良きライバルであり、仲間であり。うん、これが見たかったよね。<laughs> これが見たかったですよね。これはまあ、あの、ケプラのファンの皆さんもそうだと思いますし、XG さんのね、ファンの方もそうだと思いますし、僕はもうどちらのグループさんも押してらっしゃいま、押してらっしゃるとか押してるところもありますし、とりわけ、やっぱそのヒカルちゃんがね、出てきた時の衝撃で、ヒカルちゃんがどういうグループから出てきたのかっていう、もともとこういうプロジェクトに参加していらっしゃってっていうところからのお話も聞いて、 よりこうなんか、そのグループさんにも興味を持ったっていうところもありますし、改めてひかるちゃんってすごいなっていう風に思ったところもありますし。しこれだよね。本当にいい写真だな。本当にいやありがとうございます。嬉しい。現場からは以上でございます。本当に改めて、あの皆様あのデビューね。おめでとうございます。というところと、こう未来をね。あの担っていただきたいなっていう風うに思うところでございますね。 ガッツポーズ現場からは以上です。ありがとうございました。よいしょ。せい。